はい、どうも星野剛志です。 G430 シリーズですね。 G430 シリーズアイアンも出ます。皆さんね、楽しみにしてると思うんですけれども、今日の動画はですね、まだですね、あのシダキット自体が来てないので、今日は G430 の、標準モデルですね、アルタ JCB の S シャフト、純正 S シャフトが入ったものをシダしていきたいと思います。まあ、おそらくですね、まあ、最もこの G425 から G430 のこのアイアンの飛距離性能的なものをですね、皆さん知りたいと思うんですよね。まあ、あの細かい構造の話も大事なんですけれども、今日の動画はですね、 G430 アイアンのシダ動画。それではレッツゴー。早速ですけれどもね、こちらが新発売の G430 アイアンと、こっちが G425 アイアンですね。従来の G425 アイアンもすごくいいアイアンなんですけれども、こちらのね、ちょっと違いを簡単に説明していきたいと思います。まずですね、ロフト角、 G425 アイアンの時は7番アイアンで30度でした。でこちらがですね、7番アイアン G430 新発売はなんと29度、1度ロフト立ちます。まあこれだけですね、もう期待できますよね、飛距離性能。まあかなり飛ぶっていう噂なんですけれども、ちなみにですね、一般的なアイアン、これなかなか難しいんですけれども、例えばピンさんであれば、まあ今ですね、例えば I210 というモデルがですね、まあ、販売停止になってるんですけど、こちらがだいたい7番アイアンで33度ですね。まあ、あのすでにですね、噂になってるというか、もう SNS の世界ではバンバン出てますけれども、渋野プロが後継モデルの、ね、I230 を使って、おそらくですけど、これは想像になってしまいますけれども、130の7番アイアンも、まあ、33度ぐらいなんじゃないかというふうに思っています。まあ、ということで考えるとですね、29度っていうと、もう1番手ロフト立ってますからね、もうそれだけで飛ぶんじゃないかと。ただですね、このステンレス製なんですけれども、打感がさらにI425 よりも改良されているというね、それがここをちょっと見ていただくと分かると思うんですけども、まあ、この、まあ、カーボンシートですかね、 PUR ちょっと読み方が分からないんですけども、 PUR フレックスバッジ、ピュアフレックスバッジっていうね、このちょっとこの五角形になっているね、このカーボンシートに秘密があるらしいです。これ五角形もですね、このカーボンシート実は3つに分かれてるんですよね。これによって打感がかなり改良されているということなので、この辺なんかもチェックなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、あとはですね、まあ新しいクラブなんですけれども、細かいことを説明するよりもまずは打っていきたいと思いますので、皆さんそちらをお楽しみに。で早速ですね、セブンアイアンの方打っていきたいと思います。まあ、あのカーボンシャフトのこれ S シャフトということでですね、まあ、このアイアンをおそらく使うだろうという方の想定ヘッドスピードっていうのをちょっと考えてみたんですけれども、例えば、女子プロの平均ヘッドスピードっていうのは 33.5、 7番アイアンで言われてるんですよね。その女子プロのヘッドスピードの前後なのかな、 S シャフトなのでということでね、 33.5 とか34ぐらいでどれぐらい飛ぶかっていうのをまずやってみたいというふうに思います。今打ったのがですね、クラブスピードでいうと 33.3 になりますね。ちょっと見ていただきますね。まあ、クラブスピードでいうと 33.3 になりますね。スマッシュファクター 1.39、 キャリー 145.8、 トータル 157.4、 サイド 1.2、 球の高さ 26.2 ヤードは、まあ、前からお話しするように、まあ、女子プロの選手で平均の高さが25ヤードぐらいなので、まあ、理想的でございますね。まあ、何球かですね、もう少し打っていきたいと思います。
まあ、今のはですね、ヘッドスピードが 34.3 ですね。キャリーが 149.5、 もうキャリー150ヤード出てますね。でトータル 158.8 というふうになります。まあ、球の高さ 27.5 ですから十分上がりますね。まあ、あとやっぱりですね、あの僕実は G425 の5番アイアンだけ以前ピンさんに作ってもらって使ってるんですけれども、確かにですね、この後ろのピュアフレックスシートかな、なのか PUR フレックスバッチなのか、このねカーボンシート打感をすごい変えてますね。結構驚きです。非常にですね、安定したあの柔らかい打感なんですけれども、今 33.6 でキャリー 147.5、 トータル 159.4 ですね。まあ、大体ですね、まあ、僕の感覚値で言うとやっぱり 33.5 ぐらいから34ぐらいのヘッドスピードでこれを打った場合ですね、キャリーで150ヤード、まあ、そしてですね、球の高さが25ヤード以上上がりますね。これがですね、あのすごくあのポイントだと思います。先ほどですね、あの冒頭の動画の中で、29度だという話をしたんですね。で29度で球が上がらなくなってしまったら、これ元も子もないんですけれども、 33.5 ぐらいのヘッドスピードでですよ、29度の7番アイアンは25ヤード、6ヤード、さっきは 27.5 ヤード上がります。これはもう間違いなくボールの降下角度から考えてボールが止まるんですよね。まあ、あくまでもグリーンを狙うクラブとしての設計、まあ、ここがポイントなのかなというふうに思います。少しですね、ヘッドスピード上げてみちゃおうかなというふうに思います。皆さんもちょっと知りたいと思うんでね、まあ、35ぐらい出してみたいと思います。まあ、ズバリね、35出たのでちょっと見てみていただきますね、データ。まあもう驚愕のデータですよね。35でボールスピード 49.1、 スマッシュファクター 1.40、 キャリー 157.1、 トータル 168.7、 球の高さ27ね、素晴らしいデータ出ております。はい、まあ今日はですね、まずこの G430 アイアン初打ち動画というところでね、皆さんに早速報告いたしました。まあ10月のですね11日発表ということで、ね、で11月の11日発売という、皆さん楽しみだと思うんですけれども、ぜひですね、まあ、お近くのピンゴルフさんの認定フィッターがいるお店で試打できますので、試打してフィッティング受けてみてください。まあ、当クリニックにもですね、試打クラブが届く予定でございます。もうね、今日明日には届くので、そしたらですね、皆さんに打っていただきます。まあ、その中でですね、まあ、ぜひフィッティングしながらあなたに合う一本っていう、でまたフィッティングツールの方が来ましたらですね、まあ、おそらく皆さんですね、まあ、NS プロだとどれぐらい飛ぶんだとか、モーダスどういう感じなんだとか、ダイナミックゴールドで打ったらどうなるんだとか、そういうことも知りたいと思いますから、まあ、随時ですね、当チャンネルの方でアップしていきたいというふうに思います。まあ、今後ともですね、 YouTube チャンネル、ぜひチェックしていただけるといいと思います。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。G430 シリーズの YouTube 動画どんどん上げてきますのでね、ぜひ皆さん他の YouTube 動画も見てください。チャンネル登録ね、していただけると見やすくなると思うので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またね、今日の動画が参考になったと思う方や、いいなと思った方はぜひグッドボタンお願いします。グッドボタンいただけると非常に励みになります。今後とも頑張りますのでよろしくお願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。